日頃はそれぞれの立場で小牧市の福祉の増進に向けてご尽力をいただいているところでございまして、皆様の日頃のご尽力に心から敬意を表する次第でございます。本当にありがとうございます。今回189名というになられるお見えになられます。誠におめでとうございました。はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。そして障害者の方が不自由なく生活できる良い世の中を作るために寄り添うことが必要なのです。たくさんの出会いを大切に、人と関わることに温かさをもっと感じていきたい。利用者の方が楽しく快適に過ごせるようにという気持ち、相手の方がお話を聞くコミュニケーションの大切さを教えていただきました。